先に連絡した通りだ。隔離プラットフォーム内の実験棟で生体中が再発生。調査を兼ねて救出隊を送ったが帰ってこない。連絡も途絶えた。疑似体は選抜済みだ。あとはあんたの指示。俺が行く。一人でいい。ボス、何を言っている。何もあんたか。もう犠牲は出せない。中で何が起きているかわからないんだ。だからだよ。中のストレスはもう限界だろ。大勢で言ってもあいつらを刺激するだけだ。もう犠牲を出したくない。わかった。ではまず感染状況の調査を頼む。救出はその後、状況が分かってからだ。出発するときは端末から指示をくれ。再度説明する。生体臭が再発生したのは隔離プラットフォームの実験棟。どうした？これはどういうことだ？発信位置は不明だ。特定する前に途切れた。全てが分かった。生体中のことか。見当違いかもしれん。だが今は唯一の希望だ。少しでも手がかりが欲しい。ボス、テントの入り口を閉めさせてもらう。空気感染の可能性は低いが念のためだ。分かった。無線の発信者を探し接触してくれ、ボス。了解。甘い匂いだ。マスクをしていてもわかる。救出隊も言っていた。熟れた果実のような匂いがすると。繰り返すようだが、発症した者は楽にしてやるほかない。感染を広げるわけにはいかん。俺も発症したら頼む。
生大衆にやられたか。触るな。血圧がひどい。何があったんだ。よかった、ボスは感染していません。わかるのか。私は勝ちました。カタツムリじゃない、が発信元だったんだな。発症者の見分けもついていたようだ。だが最後になんと、カタツムリ。そうか、ようやくつながった。良いか、発症者を絶対に外へ出すな。症状が進んだ者は強い衝動に駆られて外へ出ようとする。虫がそうさせるのだ。表に出れば鳥が発症者をついばみ、海を渡って感染を広げる。世界が虫であふれるぞ。Thank you.
ボス、助ける方法はなかった。みんな感謝している。あんたが仲間を殺したんだ。何だと。そうだ、俺が殺した。仲間なのになぜ。僕も仲間なのに、あんたがみんなを灰にしたんだ。おい、みんな本望だろ。ナパームで焼かれるよりは。さあ早く済ませよう。待て。お前たちの無念を海の藻屑にはしない。俺は常にお前たちとある。俺はお前たちの苗床だ。しない。お前たちはダイヤモンドだ。水槽をしない。それで仲間の灰でダイヤモンドを作れ。それを俺たちは抱いて戦場へ行く。死してなおも輝き続ける仲間のもとで。俺たちはダイヤモンド洞窟だ。